が眠いっていうのはそうなんですけど今日一日眠いっていうのはそうなんですけど、そう、長い配信をしてしまうともうあれもこれもドボンライブの話を喋っちゃうんですね。でもドボンライブの話は明日の夜の配信でやりましょうってみんなに言っているので、そう、ちょっとすいませんでも明日の夜はちゃんとあのいっぱいドボンライブについてお話しさせていただくんで、またゆっくり見ていただけたらなと思うんですけれども、はい、ということで2時間目になんか喋っていきます、はい、あとこの後レッスンもあるのでアイロンしなきゃ。こんにちは。お疲れ、ありがとうございます。そうね、本当に昨日のために組んだ16人っていう感じだったので、もう一緒に多分あの16人でもう一緒にこう何かをやるってことはもうないじゃないですか。それこそゆかるんさんがねもう6日後とかに卒業されちゃうし、ほんと昨日限りのメンバーで、うん、でもほんと早く配信テレビで見られてほしいなって。あ、これだけ言えるわ、これだけ言えるとか言うとあれだけど、その私自身がこう一昨日ぐらいになんかドボンならではのことが多分なるの口からこ告知されますみたいな言ってたと思うんですけど、それはあの称号ゲットできるよってやつの話でした。はい、あの昨日の24時までになんか送ったら称号がゲットできる QR コードがあって、そう、会場来場者さん限定の、私自身はつけてるんですけれども、またドボンもしながら配信もいつかしようかなと思います。今月もう受け取れ、わかんない、みんなはどうなんですかみんなはどうなんですかね、わかりません。私は受け取りました。メンバーアカウントなんで。はい、すいません。メンバーはもう受け取れてます。腰っていうか背中ですね。腰ではない。うん、まだ息をすると痛いです。でもレッスン出なきゃ分かんないからいやこれがさ、例えばさ、もうやったことある曲とかならまあ出なくてもあれかって思うんですけど、そう、自分で起こすかって思うんですけど、やったこね、そうだから出なきゃ、もうなんかもうやらなきゃみたいな感じ。そうです、なんか大丈夫だからレッスン行くとかじゃない、もう
きゃ分かんないから行かなきゃいけないんだよみたいなそんな感じ。もうマジでそういうあれです、私たち。ちょっとアイロンしなきゃいけない。レッスンの先生にお話しした、いやお話ししたとて別にあのそんなあれじゃない、そういう感じじゃないんですよね。お話ししたとて別にレッスンの先生は普通にレッスンするし、なんかすごいうちらのこと手厚くサポートしてくれてる人たち、ん？手厚くサポートされてる人たちだと思ってるかもしんないけど全然あの普通に会社員みたいな感じですはい、やらなきゃいけない仕事なのでやるっていう感じなんで、別にスパルタではないですけど、例えばそれが個人のそのなんていうんですか、ソロ曲のレッスンとかだったら言うかもしんないけどそう何人もいるレッスンでこう言うたとて私の体の状態が最優先されるわけではないので、ちょっとアイロンしたい。頑張るとしか言えないですよね。もう頑張りますしか言えないでも頑張ります。ね、早く治ってほしい。それはそう。そう、ちょっと前髪だけ綺麗にしたい。いや今日はね日曜日じゃなければねどれだけでも病院に行ったんですよ。私だって痛いからそう、でも日曜日なんだって。本当に私がさなんか鼻むずむずするとかさ、なんかここ痛いとか言うとき大体いつもさ次の日さあれなんだけど、大体いつも病院休み。なんで？
明日、なんか明日はレッスンがあるんですけど、明日もね、そのいやマジ時間なんだよね。むずい。そうレッスンがね、ちょうど多分よく言われる病院の午後の診療時間とまかぶりなんですよ。でも午前中、そのね、午前中もね、なんか昼ぐらいからなんですってなったら朝の9時とかから行かなきゃいけない。朝の9時にアルピョンが起きれるわけない。そう、今日みたいにね、夜からとかだったら、レッスンが夜からとかだったら全然いけたんですけどね。なんかさ、行ってさ、めっちゃ混んでてさ、受付だけしてレッスン間に合いませんでしたとかさ、最悪じゃないですか。そうで、平日の午前中なんてさ、おじいちゃんおばあちゃんいっぱいいそう、整形外科って。だからこうやって社会人は病院に行けないんだね。こうやって社会人は病院に行けないんだ。やばすぎ。そりゃあ日本そりゃあ日本大変だよ。有給？明日のレッスンは絶対にいなきゃいけない。明後日のレッスンも絶対にいなきゃいけない。水曜、でも水曜日って休みでしたっけ？大体水曜か木曜が休みだよね。大体もうダメじゃん。やめて。やめて。有給とかない、うん、羨ましい。みんなだって有給取ったらさ、絶対に休めるしさ、その仕事じゃあ明日やればいいとかさ、別の人がやってくれるとかあるじゃないですか。でも私たちはこうレッスンだからさ、そのレッスン教えてくれる人がいるわけでさ、その方がさ、まあ別日に呼ぶわけにもいかないので、もう一回私のために呼ぶわけにもいかないので、もうそのレッスンに出なかったら自分で振り起こしをしなければいけないんですよ。それが嫌。それが嫌だからレッスン出るってなるの。そうだから有給いいなぁ、いいな、いいなぁ。
ったら普通に会社員になれって言われそう。やだやだ。頑張ります。とりあえずやば、もう22分、待って、やばい、終わります、すいません、ありがとう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 、一滴短め配信ありがとう。明日ドボンライブの話いっぱいするので、多分そんないっぱいできる話もあるかわかんないけど、いっぱいする予定なので、ぜひあのお時間ある方夜配信でお待ちしております。ありがとう、レッスン行ってきます、頑張るぞ、バイバイ、ありがとう。